お願いします。さあ先週に引き続き山口市のアジスをぶらりとしてきました。新しくオープンしたお店に出会いましたよ。それではアジスをぐるぐる。先週は壺焼き芋の専門店で見るからに美味しそうなお芋を食べたり、地域の触れ合いを感じるカフェで可愛らしいお友達に千葉さん出会いましたね。癒されました、うん、あこの奥がまた白壁がねあって美しいですね。あここはクリーニング屋さんと、あら何屋さんですか。こんにちは。あっちだっていいかな、いいのかな。こんにちは。すいません、 YAB の J ちゃん山口という番組なんですけど、わあこの中すごいかわいい。ちょっと入っていいですか。なになに、ここ駄菓子がすごいたくさんあるって。駄菓子とハンドメイド作家さんの委託の棚になるんですよ。こちらこの奥があって、ここは素敵なジュエリーとか小物、これは手作り作品。そうですね、私自身がこういうあの作品作ったりとかもあったので、はい、駄菓子と雑貨のお店になります。駄菓子と雑貨のお店。私もね、子供にせがまれて今でも駄菓子屋よく入るんですけれども、はい、大人になってもワクワクしますよね、こうずらっと並んだのを見るとね。そうですよね、まあ、そうした駄菓子と雑貨が並ぶショッコランは先月オープンしたばかりなんですよ。でこのショッコランというのはアラビア語でありがとうという意味があるそうで、うん、子どもたちはこういった缶バッジも人気だそうです。どうしてここにこんなお店を作ろうということになったんですか。ですね、前からですね、ちょっとあの、はい、予想はですね、駄菓子屋のおばあちゃんになりたいって言って口に出してたんですよ。そんな話をちょろっとしてやったら、はい、商工会の人とかが、はい、ここ物件どうですかって持ってきてくださって、はいはい、で条件がすごい良かったから、はい、あもうなんか波が来たから乗っちゃう結構ノリでオープンしてしまったんですけど、結構勢いのあるね、いい波だったんですよね、うん、ねえノリノリですよねでオープンしてみて予想よりも幅広い年齢層が来てくれることや、うん、何より子どもたちの元気な姿に出会えることが嬉しいそうです、うん、子どもがまず来て笑顔で帰ってってくれることが一番いいなと思ってるんですよ。オープンする前からずっと中を覗いて見てくれたんですよね。その子たちがやっとオープンしたって言ってやってきて、で笑って帰ってくれるのがね、やっぱり嬉しいですよね。まあ少し夢叶ってますけども、これからの夢は何でしょう。長く続けることですね。ずっとやっていきたいですし、ずっとハンドメイドともお子さんとも関わっていきたいので、ぜひおばあちゃんになるまで、はい、あとまだ何十年ですけども頑張っていただいて、はい、ありがとうございました。ショッコラン、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。いや本当朗らかな店主さんを体現したような空間ですからね、はい、居心地の良さも感じる、そんなお店でした、うん、そして広い通りへ出てみると、はい、さてと、ここですね、緑色のね、可愛らしい屋根があるんですよね、うん、これちょっと注目なんですが、何か可愛いお店かなって思ってみたら、上にね、サンドイッチ喫茶満腹さん、すいません、こんにちは。こんにちは、YAB の J ちゃん山口なんですけども、はい、あのサンドイッチ喫茶ということで、はい、聞かれてきたんですけども、あ、お客さんすごいにぎわってる、はい、サンドイッチ喫茶満腹さんは去年の夏にオープン。長年ここで喫茶店を開いていた元永さんが引退を決め、うん、空き店舗になることから川野さんがお店を開くことにしました。サンドイッチはテイクアウトもできるそうです。今日はご自慢のサンドイッチとやらをいただこうかなと思うんですが、はいはい、おすすめは何でしょう。ですね、今一押しなのが、はい、あの一番人気の幸せ卵というサンドイッチがあるんですけど、はい、
この幸せ卵セットは注文を受けてサンドに挟む卵焼きを作ります。美味しそう。強い火力で卵3個半分を何度も何度も丁寧にひっくり返します。店主さんは以前バーで卵焼きをよく焼いていて、パンのお店でも働いた経験からこのサンドイッチにたどり着いたということです。サンドイッチ今日食べられました？めちゃくちゃ美味しかったです。幸せ来ました？もう幸せです。もうこんな可愛い彼女さん連れてるから余計でも幸せになっちゃってね。まあそうこう話してるうちにですね、カップルに負けないくらいの熱々で、そしてね分厚い卵焼きができまして、きゅうりと一緒に米粉のパンに挟んでもらうと幸せが、はい、花開いたような幸せ卵セットが出来上がりです。この中の卵ですよ。うわ、すごいボリューム。美味しそう。卵がふわふわで、しかも塩味のあるところがね、すごくねパンにあっていいですね。甘すぎないのでとっても食べやすい。まさに食べると幸せがきますね。ありがとうございます。美味しい。でもこの喫茶店をやる上でサンドイッチに特化するっていうのは、はい、ある意味チャレンジだったと思うんですけども、もともとはそのサンドイッチ専門店をしたいと思って、もうサンドイッチをたくさん調べて作ってたんですけど、喫茶がなくなったら常連さんたちが行くところがなくなるっていうことで、お母さんの思いもあったので、まあ、喫茶も残して。でもいかがですか、前のチャチャのお店をこうやって満腹として受け継がれて。もうすごい嬉しいですね。私がやってる時はお年寄りばっかしやったんですよ。うん、この子がやりだしたら若い人がいっぱい来てやる。すごい嬉しい。へー、お客さんを大切にする気持ちもしっかり引き継いだ素敵なお店ですね。そうなんですよね。またお店が忙しい時は元永さんもね、うん、お手伝いをされるということでした。まあ、私がまだ経営者としてまだまだなので、まあ、楽しみながら勉強しながら一人前になって、みんなの幸せな場所になっていけたらと思います。半年1年とどう変わっていくのかっていうのも楽しみですし、今あるサンドイッチも十分美味しいので、これを楽しみに来るのも最高じゃないでしょうか。万億たくさんの福が訪れる、そんなお店になっています。これからどんな幸せな場所へと成長していくのか楽しみにしながら、アジスの散策を終えました。それでは今回伺った場所を振り返ってみます。まずは駄菓子屋と雑貨ショコランさんですね。こちらは JR アジス駅から歩いておよそ7分、そしてサンドイッチ専門、喫茶の満腹さん、こちらは駅から歩いておよそ4分のところにあります。最後にご紹介した満腹さん、うん、あの卵サンド、卵焼きをその場で焼いてくれる、うん、出来たてを食べられるって本当に、ね、はい、あの豪華だなと思いましたし、若い方も気軽に行けそうな、ね、はい、喫茶店でしたね。本当そうなんですよね、うん、とてもね幸せ満載の、うん、あの幸せ卵のサンドというだけありまして、うん、満腹さんですからね、はい、まさに満の福がやってくるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんもご賞味ください。